て、9月分を書く、9月分書く前にちょっと一回初音ミクの枠だけ取っとくわ。どうしようかな。9月分を書くか、もしくはもしくは今までのやつで書けてないのを書くか。今までのちょっと9月は一旦置いといて、今までで書けてないのをとりあえずちょっとやっちゃうか。なんかそれもありだよね。ラッドドックスあった。このトウヤくんが書けてないんですよね。あ、虫、虫がいた。じゃあラッドドックス書こう。これはこれで保存はしておいて、ロゴで書いちゃおう。どうしようかな。普通にまず前に言った通り、今回からというか、もうあれは諦めることにしたんですよ。全員を書くのは。なので必然的に前よりも書きやすくなるはず。ちょっと待って、ミスった。
でしょう。なんか変だなって思ったらそういうことか。後ろをどうしようかな。一旦黒。塗りつぶしておいて。うん。こんなんか。で、ちょっと。伸ばして。ぼかしてもあんま意味ないか。水にしよう。うん。で、普通にぼかしフレームで黒いいね。いいね。したら白
ブラッシュ白。ああ。で、青もあるのか。もうちょっと暗いな。虫。水色もあるか。こうかな、薄く。薄くやる。うん。いい感じ。ちょっと全体的に小さくしたい。よいしょ。いいね。あ、間違えた。間違えた。あ、でもこれいいな。これ違うんだ。いいね、完成だな。早っ。今まで悩んでたの何だったんだろうっていうぐらいで、5月の本日のお歌イラストが全て完成しました。これにて5月の本日のお歌イラストが全て完成いたしました。ありがとうございました。続きまして6月分に入ろうと思います。6月はね、どうしようかな。これ明日の夜空紹介班。明日の夜空今だったらもっと私が描けるか。これね、実はね、これあれなんです。自分じゃないくて、素材で描いてるから。ちなみに、大きくするとこんな感じになってます、この女の子。これが正解だけどね。そう、実はね、これね、素材で適当に色塗ってるから。よいしょ。今なら、描けるかもしれない。いや、むずだろ。むずすぎ。いや、めっちゃいい曲なんすけどね。 OK。 まずどっからやろうかな。オレンジ、黄色、
黄色。そうか、加算してんのか。ちょっと消して。水色。青。一回これでやってみようかな。虫。よいしょ。まあこんなもんか。で、雲は意味わかんないんだよね、この雲の形が。雲の形が意味がわかんないんだよな。適当にやっていこう。ああ、これわざわざあれにしなくていいか。まあ。あとはこれはもう後ろはもう雲っつうか雲っつうかな。もうこの辺は雲っていうか雲に近い。もう色とかもなんかあれだからね、黒だからね、雲じゃないじゃんね。てか反射してるだけなんだけど、これに関しては。もうちょっとオレンジを濃くしたい。いや、光まあ、いっか。違うな。
違ったわ。こうかな。うん、こうだね。そうだね。うん。とりあえず一旦こんなもんにしといて。オッケーオッケー。あ、いいじゃん。そう、こういうのがやりたかった。したら雲の続きだね。これをこれで、もう水彩画みたいな使い方がいいね。
で、どうしていいかな。ああ、ハードライトの方がいいな。他のも試すか。うん、こうして、うん、いい感じ。上やろう。先に影か。この色に近い。ちょっと待って、あと、うん、ここ変えたい。うん、これでいいや。あー、ちょっと待って。うん、いいね。したら、濃すぎるな。うわ、虫。
ードライト。やりすぎた。ちょっとむせた。いいんじゃない？したらどうしようかな。もうちょっと色つけるか。ジョーさん。
虫来る、邪魔です。うん、いいんじゃない。違うわ。うん、すごい。いいんじゃない？そしたらさっきもやったやつだね。どこがいいかな？ここかな？いいね。いいね。あんま分かんないな。うん。交際でいいか。うん、君じゃないね。オッケー、明日の夜空紹介班できた。これはいいんじゃない？じゃーん。よし。こちらは夢が描いたユナコです。はい、これ夢が描いたユナコですね。で、これがユナコが描いた夢です。これユナコが描いた夢です。ちょっとこういう落書きたまにあったりするからさ。これかな次だと。あ、クラブマジェスティ
ちょっとだけ書きな、このフォントだけ書き直したい。ちょっとフォントがクソダサだからさ、直したいなら。よいしょ。ちょっとこのこれには合わないから。黒バラシンデレラにしよっかな。うん、いいね。サイド小さくして、絶対にこっちの方がいいわ。もうちょい上、右。いや普通にこうやってやる。おしゃれじゃん。どうしようかな。うん、こうしよう。いいね、決定。かっこいい。クラウンマジェスティしたらこれかな。せやな。あかねちゃん、今ならもっと可愛く描ける。
よいしょ。聞いてよ、あかねちゃん。
すごい滑るようになっちゃった。買い替えないと。フィルムをね。下手だな、ちょっと待って、ちょっと端とかで書くといいかもしれない。まあ別にちょっとぐらいの弱みはいいや。いいね、よくはないか。
悟り開いてるよな完全に。よし、うん、悪くないんじゃないかな。前回よりはいいわ。髪の毛、あーどうしようかな。これは後でいいな。どうしようかな。
どうだ。可愛く描けたわ。前回よりも、前回よりも可愛く描けてるわ。これは。で、どうしていいかな。うん、いてててよいしょ。ちょっと大きくして、違う、先にあっちだ。うん。もう54分だ。ちょっとピンクの色塗りだけしちゃいたい。間に合うか。
これで。これでいける。あ、いけた。できたぞ。何でも言うことを聞いてくれるあがねちゃん、じゃーん。ついでにスラッシュ、スラッシュじゃないわ、集中線ってなんか、オッケー、できたー。何でも言うことを聞いてくれるあかねちゃん、やったー、完成した。しかもなんか画力が上がったというか模写の力が上がった気がするわ。ということで、ありがとうございました。結局1時間以上やっちゃった。ギフトもありがとう、コメントもありがとう。壇上読みます。13位むっちゃん3、12位中心3、11位中心3、10位突破球3、9位市田さん、8位のむさん、7位こたつ猫さん、6位ゆかおしじいさん、5位ベロさん、4位しんいちさん、3位ひよりがたさん、2位しんちょろすさん、1位とおるさん、ありがとうございます。ということで今日も一日お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。バイバイ。